はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日は久しぶりに山梨県に来ておりまして、何度もねお世話になっております花藤食堂さんへガジュさんと一緒に訪れておりますけれども、僕は今回チキンタルタル、これおかずの方がヤバ盛りですね。でご飯が特盛りという形で他ね一品いただいてまして、まあ、後ほどガジュさんも紹介しながら食べていこうかと思っておりますが、ガジュさんはもう食べれますか？食べます。はい、じゃあ出来たていきますか。はい、はい、じゃあいただきます、はい、いただきます、はい、いただきます。結構一品もいただいてるんで、どっから手をつけていいのやら、ね、ちょっと箸濡らしに一旦ね、これいただいてるおそうめんですね。はい、こんな感じに、うん、まあ、今年初そうめんだうまいっすね、やっぱ。確かに、うん、これからですからね。これからです。ま、そしたら早速チキンタルタルですかね。タルタルがめちゃめちゃ乗ってるこのチキンタルタルね、いただきます。うん、うまっ、うまっ。ちょっとこれ頼みすぎだな。鹿肉ちょっと食べます。あ、じゃあいただきます。大丈夫です、こっちで、はい、僕のいただいてもいいですか？あ、はいはい。ちょっと今ですね、ガジュさんが注文されるホワイトボードのメニューですね、鹿肉焼きいただきました。こんな感じでございますね。これめちゃくちゃうまそう。わあ、すげえ米の匂いするんですけどうまうま、これめっちゃうまいかな。うまいですよね、うん。うわぁ、うん、うん、うん、うまっ。そういえば前回僕ら一緒に花藤さん来た時に、はいはいはい、なんか揚げ物のアラカルトみたいで注文したじゃないですか僕は。はいはいはい、その時ママが料理楽しくなりすぎて作りすぎちゃったって言って相当増えましたけど、完全にガジさん今回それですよねでもね、うん、量はそうでもない。これ麺は1玉ぐらいか、うん、1玉なんで。まあとはいえですよね、これめちゃくちゃ多いな。うん、僕もチキンカツ5枚ぐらい乗ってる、これ特大の。なんかもっとありそうもっとありそう、うん、うまっ、うまいな、うまっ。めちゃくちゃうまいな。うまいうまい。そういえばね、この花藤食堂さんデカ盛りのお店で有名でして、店舗入り口の方にもご飯の量とかだいたいね目安として書いてあるんですけど、さっきね、この花藤のママさんが言われたのが、最近こう作るのが楽しくて増えがちなので、あれは概算だいたい多くなることが多いっていうことでしてでね、あと僕気づいたんですよ一個。どうぞどうぞ。今回ねこう、まあ、ちょっと前にメニュー変わったじゃないですか。で前回のメニューってこれ見て分かる通り、まあ普通盛りからねヤバ盛り書いてあって、定食によって例えば大盛りだったらチキンカツ2枚になるとか、はいはい、枚数書いてあったじゃないですか。あった、 ありましたね。あのないのだからあのママさんはご飯が増えることがあるって言ってたけど、多分ねヤバ盛りってもともと5枚とかだったからおかずも増えることがあるようになったっぽい。やばいっすね。うわ、玉ねぎうまそう。めっちゃシャキシャキいってるじゃないですか、うん、もうさっき一
口で言ったら窒息しそうになります。定食の山盛りセット、規定量であれば 4,5 キロぐらい。そうですね。ご飯2キロ、おかずが2キロ前後。これ2キロぐらいあるじゃん。2キロ以上ある。今回ご飯2人とも特盛りでお願いしてるんですけど、多分山盛りより多い。でもあれか、カジュさんが今日頼んでる串カツって、あのジャンボ串カツ、そうっす、600円それ来たらその日のご飯終わりですよね。なんか飲んだ勢いで一品でそれ頼んだら、まあ激沈してますよね。やっぱ何度も来てますし、他のね大食いの方の動画もいっぱいありますけど、やっぱどの動画どの料理見てもいろいろ規格外ですね。ちょっとこの辺りですね、いただいていたこの小鉢そばサラダということで、箸休めでね。あ、うまっ。そしたらこの辺りでいただいてる調味料で味変していきますか。こんな感じですね。どれがどれで何がないんだか分かりません。味見をしながら、確認しながらね。ちょっとおソースいこうか。ソースは間違いなく鉄板ですね。やっぱおソースかけると一気に米味になるですね。うまい。ソースうめ。じゃあちょっと僕も次の味変しようかな。これなんだ？なんだ？ガーリックソルトかな。これもうまいんじゃないか。まあ、これめちゃめちゃ合うな。うまっ。前回前々回来た時に学んでたのに、久々の来店だからちょっと忘れてて、お野菜少なめっていうの忘れてた。断然そのチキンタルタルよりも山が高かったですもん。どんどん味変も試さないとだけど、よいしょ。これなんだ。あ、からし味噌、これも合いそう。あ、絶対うまいやつだこれ。うまっ。あ、これからし酢味噌か。ここに来てさっぱりしますね、揚げ物が。
まだ折り返しですけど大丈夫ですか？顔が終盤戦なんですけど。一切れとこれ一本交換します。あ、いいっすよ。いや、まあでも結構お腹いっぱいなの、調子乗れないな。2切れと1本ですか？もちろんです。ちょっとお皿いただいて、大食い同士助け合いの精神で今回ね、あっちのカメラだと伝わりにくいと思うんですけど、今回のガジさんが頼んだ串カツですね。わかる、これ。この1本600円なんですけど、600円と思って頼んでこれ来たらビビりますね。いただきます。うん、でかい。でかいのよ。うまっ。もうカメラ回し始めて30分経ってますんで、まあ、ちょっとね、多分料理来てからもお時間経ってますけど、めっちゃ柔らかいですね。すげえうまいじゃないですか。ただこれ何本頼んだんですか？今3本目。じゃあ全部で6本。6本。これ6本やばいっすね。うわ、肉柔らかい。うん、やばい。酒飲みたい。豚バラニンニク塩、うまっ。これマジ柔らかい。キャベツだな。あ、キャベツが一番の強敵。うん、だんだんお互いにここら辺に詰まってくる時間が来ましたね。ここら辺にね。じゃあとりあえず僕の方はチキンカツがあと4切れかですので、最後の味変かな。山椒、あ、違う、なんだ、魚粉と山椒が混ざってるのかな、うん、どうしようか、まあ、全部食べそう。濃厚なタルタルで山椒負けていないですね。ちょっと締めには重たくなってきたのでレモンで。最後にこれベーシックのねソースを。はい、ということでですね、本日はこんな感じで花藤正道さんでですね、美味しい定食、特盛りのご飯と山盛りのおかずをね、定食でいただきました。やっぱりね、何回来ても美味しいんですけど、想像以上の量が来ますね。ガジさんはね、まだ引き続き食べておりますので、この後もね、ガジさんの動画の方で続き見ていただければと思いますけれども、僕の方はこんな感じで完食ということで、ぜひですね、山梨の方に来た際には、本当にこのお店の雰囲気、お店の方のこの人柄の良さで、料理の美味しさと、本当にもう素晴らしい一言の、食堂となっておりますので、ぜひ皆様もですね、食べに来てみてはいかがでしょうか。ということで、本日の動画はこの辺りで、お腹いっぱいで頭が回りません。じゃあね。